おはようございます。今日はね、真夏の旧吉野川で、ざっく釣りをしたいと思うんですが、とにかく暑い、水温が30度ぐらいあるんで、ちょっとねバスも夏バテ気味なのかな、多分そんな感じだと思うんですけれども、一日ね、ナイスサイズになって頑張ってみたいと思います。朝まだローライトなうちは巻物でクランクで、今作ってるジェイコでちょっとざっと流して探ってみたいと思います。惜しくった。あ、バレた。でもね、今のね、なんかスレっぽい。なんかちょっと違う魚っぽい。食った食った食った。シーバスだね、多分ね。シーバスだね。よっしゃ、1本目モーニングバイトです。はい、ジェイコ元気のいいコンディションのいいバスですね。いっぱい食べて一発目です。リアクションですね、完璧に。このクランクの特徴というか、あの使い方なんですけど、非常にね、こいつもね、アスカとかソウルと一緒で、最近の一連のジャッカルのハードベイト同様、早巻きでもねバランス崩さないんですよね。通常あのフラットサイドクランクって、安定性がどうしてもこうバランスいいバランス取るって難しいんですよ。だから早巻きすると、ちょっとした愛のズレでこうひっくり返っちゃったり回転したりするんですけども、こいつはね、重心移動の、ウエイトが入ってて、でリーディングするときには本当にこうピタッと低重心に固定されるようになってるんですよね。それで、早く巻いても、バランスを崩さない。もちろんそのリップだとかボディだとか全体のバランスの問題もあるんですけども、とにかく早巻きでもバランスがいいって、これが、すごく特徴的なルアーです。フラットサイドでありながら、バランスがいいと。それで朝ね、こうずっとこうフィーディングに入ってるバスをリアクションで食わすために、超早巻きで巻いて今ずっと攻略してるというような感じですね。あとこのジェイコーの特徴の大きな特徴の一つはやっぱり飛距離が出ることですよね。通常フラットサイドってすごくこう、飛行中のバランスがね、どうしても切りもみ状態になって飛ばなかったりするんですけども、こいつはさっき言ったように重心移動がついてる、マグネットがついてて、それの重心移動なんで、投げるときはウエイトが一番後ろに行って飛行姿勢がすごく安定するのと、あと若干ねフラットサイドなのにこうファットに作ってあるんですよね。だからそれでこう全体のウエイトもあるんで、もうとにかくよく飛ぶと。本当におかっぱりでも、それこそボートでもやっぱり飛距離っていうのはものすごくこう重要な要素なんですけども、ストレスなく非常に飛距離が出るというところで、そんなところもねこのジェイコのこう使いやすい部分の一つですよね。だからバンバン投げて遠くに投げて、でガーッと早巻きでも巻いて使ってこれるっていうのが、今までのフラットサイドとは違うところです。
擦ります。コブラテール 5.8、 よし、食った。よっしゃ、でかいぞ。カバンの中の魚だからね、ベイトフィッシュじゃない、ベイトフィネスじゃないときついっすよね。うわー、低い。流れの中にいたバスだし。うわー、ダメ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 。うわ、これスピニングじゃ取れんわ、これは。よいしょー、コブラテール、ナイスバスです。うりゃ、よっしゃ、丸飲みですわ。おら、でかいブロック、アイオビーです。うりゃ、ドン、丸飲み。アイオビーで丸飲み、夏っぽいんじゃないですか。まあ、これが伊予県が言ってるオープンウォーターフロッグなんだけど、結局こうフロッグのいいっていうのは、一つはまあ通常トップウォーター投げないようなカバーギア、本当にタイトに、まあ場合によってはカーバーの中を釣れるっていうのと、あとやっぱり柔らかいボディなんで、こう余計なこう針のね、ボディに当たる音とか、そういうカシャカシャした不自然なこう音がないっていうのがあるよね。おそらく可動なんかも全然普通のハードボディのルアーとは違った波動も出てるだろうし、まあそういったところがこのフロッグのいいところだと思いますよ。だから通常のトップウォーターも、こういうオープンウォーターでもトップウォータープラグでは出ないね、ハードボディのトップウォータープラグでは釣れないような魚も釣れる時があるっていうのが、結構このフロッグのいいところかな。違った反応しますよね、魚が。食った食った。よっしゃ、カバー周り小ぶりですが、コブラテールで釣りました。よいしょ、よいしょ、一発だ、一撃、ほら、よいしょ、連発ですね、ベイトフィネスでね。ちょっと小ぶりですけど、やっぱりね、ああいうカバーをね、カバーギアを狙うには安心して攻められるベイトフィネス、やっぱいいですよね。
うわー、これいたな今。これバスだな。ナイスフィッシュ。すごいコンディションいいねこいつも。反転流のシェードの中です。見えてた。うん、ちょっと影が見えたんで、あれバスかなと。まあヒザーコーブのテキサスですね。もう 5g で、まあ状況に応じてバスの見える位置とか、まあ、そういうのに合わせてこうその最適なルアーをセレクトして、まあ、アプローチしていくと、まあ、今は反転流の中のカバーの中だったんで、シザーコームの 5g のテキサスリーグを使いました。これですね、まあ、本当に細かい手足がついてるんで、まあ、すごくアピール力があって、ピリ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 と、まあ、いつもこうなんていうのかな、繊細にアピールしてくれるんで、なかなか他のルアーで使わないバスもこいつなら食ってくることが、まあ、あります、ね。まあ、さすが川島さんが作ったワームということでこいつも釣れました。まあ、だから感覚的に今のはイメージ外の釣りしてたのね。でまあフロッグやってベイトフィニッシュやって、まあカバーのこう外目に誘い出すというか、そこで食わすような釣りで、でまあそれで食わないんで、じゃあ今度もう一歩突っ込んでカバーの中やってみようということでテキサス変えたんですね。ただまあバスの影がシェードの中に見えて、そこのカバーに引っ掛けて釣る人いたら釣れたっていう感じで、まあだからこう状況について自分で考えながら、まあ例えば朝一にクランクで釣れたからずっとクランクで押し通すとかそういうんじゃなくて、まあ日が上がればじゃあちょっとシェードなのかなって、じゃあシェードでも中なのかな、それとも際で食ってくるのかなっていうのを自分で考えながらルアーローテーションして釣ると、まあ今みたいにね、取りこぼしなくしっかりと釣れるっていう、まあいい例ですよね。まあだからサマーパターンで、まあ一言でサマーパターンって言っても、まあ朝から今昼近くになるまでこう時間が経つにつれて徐々にバスのポジションも変わっていくし、それに応じて、バスを追いかけるためのルアーっていうのもね、どん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 ローテーションして変えていくと、まあそうすることによって、まあ、ちゃんと釣れるということですね。いや普通食うだろうよこんなカバー。よっしゃ、やっぱ奥にいたね。よっしゃー、ほらテキサスリフ読み通り。お疲れ様です。真夏の休養しのが1日、釣りしてみました。暑かったですね、まあ、水をなんと4リッターぐらい飲みましたけども、もう本当に熱中症ギリギリになりそうになるぐらいに、まあ、いっぱい汗かいたんですが、まあ、きっとねバスの方もそんな感じですごく暑い感じでね、こうなんとか涼しいところ探しているような状況だと思うんですよ。まあ、そんな中、まあ、1日、まあ、バスをかけて朝はシェードの外で、どんどん日が昇ってきて、暑くなってきたらだんだんカバーについていくような傾向が今日一日あったんじゃないかなというふうに思います。まあ、バスのポジションに合わせてね、まあ、いろいろルアーを変えながら、まあ、アプローチを変えて、バスを追っかけて一匹一匹釣っていくようなことを、まあ、見ていただければ、まあ、ぜひ参考にしていただけるんじゃないかなと思います。ということで皆さんもぜひ、真夏のバス中心にチャレンジしてみてください。それでは。